はい、こんにちは。毎日お話ししたいことが少しずつ出てくるので、今日はまとめて雑談をさせてください。まずは、サイキックたちの和訳を聞いてくださっている方々で、最近私がジョニ・ーパトリーさんを取り上げてないなって思った方いらっしゃいますか <laughs> 年末だったか年始だったかちょっと忘れてしまったんですが、彼女各星座の2023年のチャート解説をしたんですよ。 インド先生術の星座と西洋先生術の星座と同じなのかさえわからないんですがとりあえず西洋先生術のでの自分の星座の動画を見たらんなんか10月頃に遺産が入るみたいなことを言ってたんですで私にとっては遺産が入る宛てなんて本当に病で思いつくくらいの数しかないじゃないですかそれでドヨーンとしたした ちょっと怖くなって、それから一度もジョニさんのインド先生術動画見に行ってないんですよね。またいつか再開するので、少々お待ちくださいませ。ちょっとなんか生活音が入ってるかもしれませんが、続けます。えっ、ー、と、ちょっと前に、オスのインコがいきなり死んでしまって、結構若かったんですけど、メス2羽だけになってしまいました。で、1人は、1人って羽 は去年死んんだオスの奥さんでもう一人は最近死んんんだオスの奥さんなんですねで巣箱1個だけ入っていて年上の未亡人の方がオスがいた頃から占拠して卵を産んでは温めて痩せ細り卵を産んでは温めて痩せ細りを繰り返してもう結果として1羽も卵は孵化せずっていう状態がずっと続いていました。 でもう一人の最近未亡人になった方が巣箱に入っていることも、まあ、最近あってそんなに仲良くないけれど仲悪くもないのかなっていう感じです今日ギャーギャーすごいなんかキャッシュが食べたんだろうかぐらいのインコの声がして子供たちが淡くって私のところに走ってきましたで鳥がインコたちが取っ組み合いの喧嘩してるって言うんですよねで見に行ったら 取っ組み合いの喧嘩をしていたのではなくて年上未亡人の足がですね年下未亡人の羽に絡まってしまいどうしても取れなくてもうなんかレスリングのような状態になってこう止まり木じゃなくて床の部分でギャーギャー言ってくんずほぐれつしていましたでなんとか自力で取れてしばらくしたらまた上の子があたふたと呼びに来ました。うん、黄色い方 黄色いのと白いのとなんですけど黄色い方年上の未亡人が血まみれだっておろおろしていましたで私はここしばらく測定筋膜炎なので足が痛くてそんなに素早く歩けずもうひこたんひこたん頑張って行ってみたら確かに顔が半分血まみれでしたでもよく見ると右足の親指 おへいびっていうのかななこれなんか後ろ指みたいなのを取りってあるじゃないですかそれの付け根の爪の辺りがちょっとだけ裂けていてさっき引っかかっちゃってたからでそこから出血してその足で顔を描くのでそっち側の顔が血まびりになっているっていう感じでしたどうしよう10位,位にいかなきゃって上の子もなんかおろおろしてましたが。 正直インコのような小鳥だと獣医にできることってあんまりないのを知っているのでもう様子見です。手乗りのインコではないので下手に私が捕まえて獣医に連れて行ったら多分ショックで帰って寿命が縮まります。この家族の中でインコを素手で捕まえられるのは私だけなんですよ。で、おろおろしていた上の子はとりあえず鳥小屋の掃除をしていました。 えーとですね、南カリフォルニアは木曜日から雨時々暴風雨だったんですね。で、今日は一日晴れ時々曇りくらいまで天気が持ち直しました。洗濯をして犬の散歩もして、そして明日以降また雨の可能性があります。もう本当にダメだと思うくらいの水不足は出したいんじゃないのかなってちょっと安心しています。ここからちょっとだけ、昨日の動画の続きなんですけれども、 あの後また殻って言っていいのかなあの殻ですよねに含まれているカイティン日本語で言ったらキチンという成分が人間の体にすでに住んでいる寄生力寄生力じゃない寄生虫の力を強めて良くないっていうネットニュースに遭遇しました今年2月6日の記事なので比較的新しいですよね。 その記事へのリンクはディスクリプションに貼っておきますがめちゃめちゃざっくり簡単にまとめるとコオロギの殻に含まれるキチンによってもともと身を守るためにキチンの外膜を持っている寄生虫とか病原がまるで鎧を着たような状態になってそのホストの動物寄生虫が住んでいるもともとの体人間とかが危険っていうお話でした。で えキチンって聞いいいたたこととあるよなと思いましずぶん前ですけどカニの殻から作られたキチンキトさんって人気のサプリになってませんでしたかそれをこう口から服用すると食べ物に含まれる油がキチンキトさんのおかげで体外にそのまま排出されるっていう感じのうたい文句だったと記憶しています。ということはキチンが入っているコオロギフードって 健康にいいですっていう歌い文句で売り出して気づいたら体内にいる寄生虫が強くなっているっていうことになるかもしれないですよね。で、キッチンフリーって銘打っているコオロギパウダーもあるらしいんですがいちいち全部向いてるわけないじゃんと思います。で、今のところはですね、もうコオロギに限らず虫を食べることを避けるためには とにかく加工品を食べないっていうことかなと今の時点では思っていますパンもスナック菓子も粉末で作られているものはもうどこで混ざってくるかわからないですよねソーセージみたいな加工肉ももしかしたらもう混ざっているかもしれないですよねでうちの上の子は口角アレルギーなのにコオロギ食べてみたいってさっき言っていて 私普段子供たちにあれだめこれだめってほぼ言わないんですけどさすがにだめですって言いました甲殻類の肉の部分だから向いてるカニとか向いてるエビの肉の部分をちょっと食べただけでもうそれがスープとかガンボとかに入って煮詰められているその液体の部分を食べてしまうだけでも大変なことになるのでコオロギそのまま食べたらだめでしょう,もうとにかく今のところはですね 塊の肉とか、加工していない野菜丸ごととか、皮がついて完結している果物丸ごとのように、パッと見てなんだか分かる原材料を買ってきて、自分で料理するに越したことないなと思います。気持ち悪い話はこの辺にして、10日くらい前にブレイキングダウンをご覧になった方いらっしゃいますか私は先週末、あの、 ライブの後にですね、ほぼオンタイムで試合を見ていたんですが、なんと最後の3試合を残して寝てしまいました。で、特に解説できるような知識はないのであれこれ語りませんが、今回のブレイキングダウン7で私の一押しは極真空手を20年していて、日本代表になったこともある団地面の厚木くんです。 ダンチメンっていうのは何だろうと思ったら団地に住んでいるメンバーが多いグループなのでまだ結構子どもの頃についたあだ,、まあ,あだ名みたいなんですね。でものすごくみんなが仲がよくてグループ全員で今回ブレイキングダウンのために夜行バスで上京して。 なんか素泊まりの刑務所みたいなホテルに泊まったっていうエピソードもとっても微笑ましかったです。で、あつきくんは次回以降出演があるんだとしたら、他の空手の人か、または柔道の安井ひゅうまくんとぜひ対戦していただきたいなって個人的に思っています。うち上の子も一応空手の黒帯なので、もう全然強くないけど、どうしても空手の選手を応援してしまいます。 もしもブレイキングダウンセブンご覧になった方いらっしゃいましたらコメントでぜひ感想とかこの人をしてるとか教えてくださいああなんかもうあれなんか長くなっちゃったもう一つ一つだけ NHK 党から出馬して参議院議員になったガーシー議員の懲罰委員会ちょっと厳密な名前忘れちゃいましたけど懲罰委員会みたいな動画が なぜかおすすめに上がってきたので見てしまいましたえ。陳謝しろって言ってましたよ。しかも、その例文見た陳謝の例文ですよ。みたいなのを読み上げていました。もう昭和の高校かと思いました。日本の議会ってこんな感じなんですね。で、浜田議員っていう方は NHK 党の人ですよね。もうめっちゃ賢そう。どうして NHK 党から出馬することに したんでしょうね。というわけで普段サイキックの動画が長くておまけがつけづらくお話ししたいことがたまっていたので今日お話しできてすっきりしました。私最後に一つだけ予知してもいいですか。カリフォルニアの地震来るとしたらサンディエゴかなと思っています。というわけで Stay safe stay healthy!